4分38秒です。はい。今なんて言ったの？こういうベンチに一人一人座ってんのかな、実は。ちょっとね、俺らが見ても。この11分43秒、AI が、はいはい、漫画化してくれるアプリで写真を撮った。するととんでもないものが映っていましたね。ガチで？調査班、ほらーい。言い方、yeah. ちょっとジャイアンっぽかったな、yeah. これがないと始まんないですよ。本日は視聴者の方からとある画像が届きました。お画像ですか。簡単に言うと、僕らの最近の動画でここに違和感を感じてるシーンがあったと思います。あ、ここね、うん、どんどん言ってないみたいな。その時に違和感を感じた視聴者さんがいたみたいで、うん、そこでアプリでそのスクショしたシーンを画像化したっていう。はいはいはい、加工してみたいな、うん、はいはいはい、まあ加工みたいな感じ、うん、その結果とんでもないものが映っていたと思います。間違いじゃなかったそうっていう、そうそうそう、それはメインで、はい、お話しします。それまでは一旦ね、ノーマルの調査班やろうと思います。ノーマルってないやねノーマルってもう全部ありがとうございます。ありがとうございます。全怪奇現象ノーマルなわけないから。そうですよね。あ、これフェイク2ですもんね。そういうこと言ったら突っ込んだ情報にめちゃめちゃ恥ずかしい。今の人が今も突っ込んでたけど、下地突っ込みしてる。逆にね、こっちの方が恥ずかしい。そうそう、僕らは現象がちょっと多すぎて、厳しいやつがメイン級って言ってて、その前に紹介するやつをノーマル級って言ってます。はいはいはい。ちょっと何言ってるか分かんないと思うんですけど、そういうことなんですよ。そう、ノーマルのことに関してあんまりね、そこまで反応しないやつが増えてる。そんな俺らでもヤバいと思う思うやつが本当にもうやばい。 それがメイン級です、メイン級です。はい、ノーマルの方は本日4つ現象紹介させていただきます。はい、早速調査班をおらないとやっていきたいと思います。はい、はい、ノーマルの方なんですけど、メインみたいなやつ1個あります。チェックしてて、普通に発狂してたやつです。ノーマルだけのメイン級って、ヤバすぎる過去を持つ○○○の墓で怪奇現象が多発という動画ですね。チェンスポ行った時か。そうだな、レイチかな、うん、はいはいはい、レイチの動画ですね。7分57秒ですね。右上に顔がある。顔、顔、これなんだけど、ああ白いやつ、なんかね、普通にいるの確かに。ああ、いやもう鼻筋はあるし、正面向いてる顔ってこと。そうそうそう、あ、ほんとほんとほんと、これ画像なのになんかね、動くんだよね。どういうこと。がっつり見といてね、結構わかりにくいから。ほら、え、もう、やばい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 、動いてる。現象なんだ、これは。なんないでしょ。うん、なんない、ならない、ならない。上にもうなんかフィルターかけて動くようなやつね、うん、やってないと無理でね、うん、そうなると他も動いてるわけない。心霊写真には使わない、使うわけないし、うん、これ明るさ調整したら多分もろ顔に見えるようなタイプだと思うんだよね。鼻、ね、筋は超くっきりしてるからね。で、口もあるから顔だとしてもやばいし、うん、顔じゃないにしてもそもそも静止が動くのがヤバい。確かに、そもそもで。二つ目です。女性の霊に取り憑かれてしまった男がそれを目撃してしまった。これは風車のやつか。ここ結構怖かったんだよね。ここ怖かったね。それとかも現象感じたし、はいはい、うん、見事にここ現象がヤバいことになってます。これにメイン級があるんで。あ、おお、ややこしいんだけど、ノーマルの方のメイン級。いや、ごめんね、ややこしい、うん、めちゃくちゃややこしいんだけど、もっとすごいのが別にあるって思っててください。4分38秒です、はい、今なんて言ったって聞こえるってあるんだけど、最初あまりにも自然すぎて、うん、多分分かんないと思います。ただ意識して聞くと鳥肌が止まらなくなります。マジ、もうメンバーと同じようなノリで、同じようなボリューム、しかも、うん、で、普通に今なんて言ったみたいなことを言ってんの。くっそ怖くて。やばいな、バカ怖い。マジ、マジで言ってんの。行くよ、行きますよ。はいはいはい。こういうベンチに一人一人座ってんのかな、実は。ちょっとね、俺らが見ても、ちょっとね、俺らが見ても、ちょっとね、俺らが見ても、ええー、やばい、
ガチで？やば。うわ、怖い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 。いやいや、これ人だろ。引く。これやばくない？いや、でもこれのこの声は俺らじゃねえな。俺らじゃない。で、しかもターボーとリボン2人で行動してんねん。ああ、大輝は離れたところにいるわけ。ああ、そう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 。大輝の方が一番声質は合ってんだけど、大輝よりさらに低い。めちゃくちゃ低い。そうそうそう、なんかちょっとガナってるっていう。これなんでやばいよ、これなんでメインじゃないの、ね、衝撃的なのくっそ怖いな。ちなみにリボンはなんて言ったの、今のピンクのテロップ。こういう変身一人一人する。うーわ、怖くない。あ、分かってくれたのみたいな意味になるよ。いや、そうだよね、それは再確認したいみたいな。え、もう一回言ってっていう意味になる。そうだよね、まあ、そういうことになってた。そうだよね、分かってくれたのみたいな気持ち。そういう意味で取れちゃうよね。逆に俺らが、俺がこれ聞こえてたら、ま、やばかったかもね。聞こえてないから、それ以降深い、なんか、なんなかったけど。あ、そうだね。再生速度落として、はい、0.5 で聞いてみますか。うん、はい。実は、うわやばいやばいってるわ。もう、なんなら逆再生でもいけるぐらいじゃん。まあ、ね、全然いけるよね。確実にいけるね。いけるね。聞けば聞くほどメインと損傷なくなってる気がする。そんぐらいやばいです、この現象。これはやばいわ。これはちょっと本当、正真正銘僕らではないですし、うん、で、このはっきり具合で入ってるのも本当に貴重なんで、黄金玉の貴重な産卵シーンぐらい貴重です。何々って何つった何つった前半何言ってるの分かんなかった。分かる人は多分今腹抱えて笑ってる。いや、そうなの、細かすぎて伝わらないパターンか。細かすぎて、うん、あのニッチな人だけ倒しに行った。なるほどね。おぉ、もう4人ポカンとしてたわ今。次いきますね。はい、次もまあまあいかついんですよ。まあ、これほどではないですけど、タウボーが風車に登って撮影してるところなんだけど、はいはい、ドーンってでかい音がちょっとするじゃん。なった、うん、実はその前にすんげー下から駆け登ってきてる音がする。怖い。ってことは、まあ、ストーリービューと駆け登ってついたみたいな、そういう感じのタイミングのとかなるんで。怖い。11分39秒です。はい、はい。でもなんで風車とかそういうところって結構心霊スポットになりやすいんだろうな。うわ、びっくりした。でもなんで風車とかそういうところって結構心霊スポットになりやすいんだろうな。うわ、びっくりした。でもなんで風車とかそういうところって結構心霊スポットになりやすいんだろうな。すごい。めちゃめちゃ上がってきてる。うんうんうん、うわ、5個ぐらいは。うん、絶対結構あるよね。うん。実はドンだけじゃなかった。あー、だよね、ちゃんとストーリーがあってる。そう、ちゃんと登ってきてたってことなんだ。本当に怖かったもん、マジで。こういうことじゃん。そうそう、こういうナイロン生地みたいな、こういうのを吸ってる。だからゾウリもめっちゃ合うんですよ、だよね。さっきのリボンが気づいたから追っかけてきてるんだかもね。あ、リボンが気づいたと思ってるから、お前も気づくみたいな。今なんつうわ、この動画はこれで終わりです。あー、いや、この動画やばかったな。コメントとか、いいね、よかったらリベンジ行ってきますね。はい、そうだね。もう一回行ってほしい方、いっぱいいましたら、ぜひコメントとか、いいねしといてください。よろしくお願いします。続きまして、フィッシャーズコラボですね。おー、はい。このコラボなんですけど、フィッシャーズ側では、このスタジオで撮ってて、こっちのチャンネルではもう、ちょっとダーマをビビらせようみたいな。まあ、あっちでもそうだったんですけど、その継続みたいな感じで来たところなんですよね。そうだね。実際現象はそこまで多くなかったんですよ。なんで、まあそんな現象あったかなっていう感じではあるんですけど、まあ、まだ見てない方いたら概要欄貼っとくんで、フィルクのね。フィルク、フィッシャーズ、フィルク、待って、フィルク、フィルクダーマの、フィルクダーマのコラボ見といてください。ダーマだけ略さないんだね。ダーマだけノーマル。16分12秒ですね。はい、ため息が聞こえると。ため息ですか。がっつり見えるってでもやっぱ疲れる。がっつり見えるってでもやっぱ疲れる。がっつり見えるってでもやっぱ疲れる。これ多分シルクだと思います。まあ、似てるもんね。確かに。そう、多分そのシルクがなんとかかなーみたいな、多分あで終わる言葉を言ってる途中でカットが入ってるからこう聞こえるだけです、ね。おそらく。多分再生してすぐのやつだもんね。うん。これは現象じゃないですね。そうだね。まあ俺らのチャンネルで聞き慣れてないからそう思ったんだろうね。ということで、じゃあメインですね。まあこれよ。もう今日本当怖い現象いっぱいあったからな。多かったね。最近の動画です。あの、体から毒を発する女、一旦そのシーンをご覧ください。問題のシーンがこちらです。はい、
なんでこう静かにするとちゃんと静かにするんだろう。見た感じもちろんね、まあ分からないよね、普通に霊が見えない僕たちからすれば。そうだね。くっそ怖くなってきたわ。まあ要は喋ってたんだよね、ドアの向こうで。多分そうですね。明らかにめちゃめちゃ喋ってたんですよ、女の騒がしかった人っていうか、感じの声がして、まあ、中断してこういうシーンがあるんですけど、じゃあ文読みますね。はいはいはい。体から毒を発する女でドアの奥から声が聞こえるとメンバーがざわついたシーンがあったよねと。はい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 。この11分43秒のところを AI が漫画化してくれるアプリで写真を撮って。あー、なるほど。はいはいはい。するととんでもないものが映っていました。何それ。あっちから聞こえてたじゃん。おー、はい。画像を見た結果 A はナイフにいたんです。じゃねえんだ、手前なんだもん。入ってきてんだ。部屋の中にいたんです。うわ、もうすぐそこに立ってた。はい、ということは、なんで俺がさっき怯えてたかっていうと、自分で聞いてる可能性あります。うわー、やば。そう、真横でもう聞いてるよね、全然。もうだって最近だから、今もいらっしゃる可能性があるんでしょ。いや、全然あるよ。ということで、そちらの画像です。こちらとなっております。マジで？え、やば。え、ガチ。え、女の子や。え、嘘。え、ここにいるってことでしょ。そう。え絶対そんなんないもん。ない、なんもない。え、ない。お前、やば。やばいやばいやばい。どんな、え、どんな勘違いもこれ。だって他のとこ見てみ、そっくりだ。うん、そうだね、まんまだね。まんま作ってくれてる。これやばいからね、これ本当に。やばい。やば。ガチなのこれ。扉を見てる感じ。そうだね。てか、うん、そうだね。後ろのドア見つめてるよね。うわー、怖い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 。会話してんじゃないの。あー、怖いな。そうよそうよそうよ、明らかに会話してたよ。あー、あっちからじゃ話しかけてたのか。で、この子は喋ってはないので、そのどんどんどんお母さんど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 んってやってんじゃん。じゃあ、そういうことになるよね。そうだよね。髪の毛白だから、おばあさんとかの子。うん、だから必ずしても子供とは限らない。そうだよね。俺らそう今思っちゃってるだけ。そういうことか。でも、色味とかはあんま変わらなそうだからね。まあちょっとね、そのアプリなんで性能っていうところまではもう正直わかんないんですけど、これを見る感じ結構性能が高いんですよね。女の子以外に関してはこのシーンをまんま忠実に再現してくれてるって考えるとやっぱ信憑性が高くなっちゃうけどね。どうしてもそこだけの違和感って本当にすごいもんね。ちょっと検証してみようか。ドアの向こうにでもなんかお母さんの霊とかいましたら音鳴らしてほしいです。ないんですね。うん、静かだね。この時も現象があってカメラ向けて、あ、そうか、静かだ。そうか、そういうくだりあったもんですよね。注目したら、じゃあ基本はシャイみたいな。でも実際こういうのが見えてるから、この撮った映像にももしかしたらいるかもしんないよね。ああ、全然ありえるね。うん。なんか、気づいたらスペシャル開花ってぐらいエグい現象いっぱいありましたね。なんかもう、質がすごすぎたもん。3回ぐらいなんかぶっ飛んだけど。これからも僕たちは体を張って皆さんにね、エンタメを届けていきますので、ホラーもしっかり、テンスもしっかり、バラエティもね、ちらほら出してますので、はい、ぜひチェックして楽しんでてください。はい、お願いします。現象を見つけましたら、もう引き続きね、調査班の方からいっぱいコメントをもらえないと僕たち気づかないので、ぜひご協力の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。もしでも怖かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイ。バイ。バイビー。俺らが見ても、そういうところって結構心霊スポットになりやすいんだろうな。